こんにちは、英健です。いつも英健 TV を見ていただきありがとうございます。前回前々回に引き続き、また山形県米沢市のジオキャッシング、探しに来ております。今ここに来ておりますのは、ここは一体何なんでしょう。何なんでしょうって、多分ね、山形大学なんですね。これはなんか古い校舎で、記念館とかなんかそういう風な雰囲気で残されてるんでしょうか。あ、ですね、書いてありましたね。旧米沢高等工業学校本館なんですね。あ、ライトアップ の寄付者のお名前ということで、ライトアップされるのか。わ、すげえな。これ今すごいモミジがさ、めっちゃいい時じゃん。これ今日とかライトアップされるのかな。はあ、なんか立派なお屋敷っていう感じの雰囲気ですね。へー、これなんかね、中に入れるのかな。入れる、なんか事前に申し込みをすれば入れるって、なんか Google にググってみたらばなってたんですけども、まあ今日は全然そんなの知らずに来ちゃったんで、まあ、入れるわけではなさそうですね。さて、まあ何にせよですね、ジオキャッシングやってまいりましょう。さて、じゃあアプリ出してみたいと思います。はい、アプリ出ましたね。名前が Welcome to 米沢ゆへ ゆへ、多分違うと思います。多分山形大学のことを言ってるんだと思います。 YUFE って言った方が多分これはいいと思うんですね。ゆへっては言わないと思います。はい、詳細見てみましょう。はい、旧米沢高等工業学校本館となっておりまして、ルネサンス様式の木造2階建てで、国指定重要文化財に指定されているということなんですね。国指定の重要文化財なんだ。まあそんな感じはするよね。進路の案内をしていきたいと思います。45メートルと出ました。45メートル、ここ行ってみましょうか。はい、はい、あと30メートル。これさ、もしかするとさっき見たあの看板のところにある感じじゃねえか、もしかすると。あ、でもここで10メートル、9メートル、5メートル、3、2、1、1ってなんない。あ、3、あ、増えた。あれこの辺、わかった、よくわかりました。これはですね、本日最初に、探しに行った宮坂考古館というところ、その宮坂考古館と同じパターンだということが分かりました。これもう間違いないです。行ってみましょう。よっ、これだね。撮ってみます。よっ、お、結構強くついてる。よし、じゃららららん、オッケー、発見ですね。再現していきましょう。せっかくなんで、すんごいこの綺麗なもみじをバックにしてやれるかな。いいね、もみじ綺麗だね。オッケー、ログシートとちょっとした、交換アイテムでしょうか、入っておりました。で、さらにここにはウェルカムトゥ米沢と、書いてあります。2021年11月6日、意見、イエーイ、ありがとうございます。サインオッケーです。これもね、めちゃくちゃいっぱいね、サインされてますね。TFTC ですね、キャッシュの設置ありがとうございます。じゃあ元に戻しましょう。あと、まだね、時間あります。まだまだ米沢市内ちょっと探しに行きたいと思います。
ちょっとお寺ですね。こんなとこに来てました。あ、めっちゃ逆光だね。春日さん臨泉寺とお呼びしてよろしいでしょうか。早速アプリ出してみたいと思います。アプリ出してますね。はい、これから探そうというキャッシュはですね、Welcome to 米沢直江01という、キャッシュ名となっております。難易度は 1.5、 地形も 1.5、 マイクロサイズということで、これ早速ねちょっと探しに行ってみましょう。23メートル先です。4メートルだ。あ、7メートルってなっちゃったぞ。あらら、8メートル？あら、こっちじゃないかな。こう、いざなわれるままにガードレールに引き寄せられていったんだけども、もうあるとしたらここじゃねえっていう感じなんですけども、数字がちょっと増えるね。ここにあるかなと思ったけども、ここはないか。としたらば、この辺、この辺。ないかな。まあ、あとはここだよねと思ったらばありました。もうねここに、はい、見っけです。あ、やばい、今カタンとか言ったぞ。あ、やべえ、今どうなってるこれ。うわ、あっちまで入っちゃった。まずいなこれ。うわ、やべえ、これどうしよう。うわ、どうしよう、どうしよう。ちょっと待って、これ今どうなってるよ。こう見てもちょっとわかんないな。わかんねえ。あ、入んねえ。あ、やばい。よかった、取れたよ、取れた。おお、よかった、取れました。もうこれキャッシュだよね。もう手真っ白です。なんとかキャッシュ、発見です。ありがとうございます。あ、ちょっとぎゅうぎゅうに詰められてます。 A 券 TFTC。 はい、サイン OK です。キャッシュの設置ありがとうございます。いや、危うくね取れなくなる状態にしちゃうところでした。元に戻します。入れていきます。こっちだったっけかな。よし、こんなんでいいかな。これ大丈夫だね。じゃあね、3時10分か。ここもやっぱりね、あのナンバリングされてるあのキャッシュなんですよね。で直江01でした。でまだまだこの後もナンバリングされた、直江0203というのがですね、あるようなんですね。ですのでそちらもどんどん探しに行ってみたいと思います。その前にポイ捨て禁止です。ちょっとゴミがあったので少しだけ拾っていきたいと思います。360度カメラを置いてここに置いてですね、ちゃんとね今日は手袋持ってきますよ。そんなにゴミある感じじゃないけども、ごまごまとしたやつをね拾っていきたいと思いますね。うん、なんか言うほどなかったな。まあでもね、ほんのちょっとでもゴミあればまあ拾った方がいいですよね。とりあえずで、まあ、こんなぐらいですけども拾ってみました。はい、じゃあ次どんどん行きましょうね。はい、うーん、夕日が眩しい。この、臨泉寺さん、直江兼次さんご夫妻が埋葬されている、埋葬、こちらにお墓がある、だそうですね。ぜひお参りはちょっとしておきたいなと思ったんですけども、ごめんなさい、もうジオキャッシングの方をちょっと優先させていただきたいと思います。はい、じゃあ車出しましょう。また編集の都合で、ここはワープしたいと思います。はーい、はい、お疲れ様です。だいぶ日も
低いところに来ましたね。やってきましたのはこちらです。矢地河原堤防かっこ直江石堤ということで、この石何メートルかは分かりません。はい、アプリ出してみます。ウェルカムトゥ米沢、直江02、進路の案内をしますと125メートルです。公園になってんだね。ここは川ですね。最上川です。はい、あと十何メートルというところまで来まして、目に入ってきましたのはまたこの東屋でございます。ここで今5メートル4メートルですね。これはもうここですね。ここにあるんですね、これね、きっとね。あ、でもね、これさ、サイズが見ますとスモールサイズが、設置されているということなんですね。だいたいこういうところってやっぱりマグネットで、どっかにうまくくっつけてるみたいな感じだと思うんですけども、ここにスモールがあるんですね。そんな大きいのあるかな。あ、上にある可能性もあるか。これかな、ちょっと雲の下にこうね。パッと見た感じはまあいいですよ、これ。さて、ちょっとね、暗くならないうちにね、なるべく多く探し出したいんですけども、ヒント見ておきます。コーナー角にあると。コーナーだから、コーナー角っこだよね、こういうことだよね。ここにあるとか、そんなことはあるかな。どうだろう、なんかパカって開くとか、そういうわけじゃないよね。これも開かないよね。あ、はい、あったね、多分あった、あった。これで大丈夫だな。よし、これちょっとね、取れるかな、これ。はい、カメラ置いて、こんな感じかな、これでいいね。よし、ありました、やったね。はい、書いた、これですね。はい、キャッシュ発見です。ありがとうございます。よかった、諦めずに探せてよかったです。今日はかなり調子がいいですね。はい、これを探しに来る人がいますので、元通りにしておいてくださいという、お知らせが入ってます。ログシート入ってますね。スモールですけども、交換アイテムはなかったですね。おー、いっぱい書いてある。意見、はい、キャッシュの設置ありがとうございます。サインバッチリですね、ありがとうございます。そしたらなんかね、別に交換じゃなくてもなんか入れていきたいと思います、せっかくなんで。まず1個入れていきたいのがこれ、また ID カプセル、これをね1個入れてって、あとね、クーナッツのね、娘がいっぱいクーナッツを買ってるのにね、もういいっていうことでね、お父ちゃんジオキャッシングに入れてっていうことだったんで、この鬼滅の刃の、富岡さんだな、富岡さんのクーナッツをですね1個入れてきます。はい、そんなとこですね。蓋閉めます。よし、でそしたらば、また本当に戻しましょう。 OK、 腹筋するとこだった。よし、ちょっと高いよね、たぶんなんか、あんなね、あんまり身長ない人はちょっと踏み台とか欲しいかもしれないです。改めてもう一回ちょっとアプリ出してみましょう。はい、アプリ出てると思います。ちょっと逆光なんだね、逆光、こうするといいかな。今いたのがとりあえず直江02というところにいました。で、ここどんどん見ていきますと、ここもういくつか連なってるんですね。次が直江03ですね。ニューなんだ、ニュー直江03なんだ。で、どんどん行くと直江04、直江05と
あります。さらに引いていくと、まだあります。直江06、ここ直江07かなと思ったけどトトロトレジャーってなってます。はい、コースどんどん山の方に入っていくとあるんですね。ただ今、3時50分といったところで、暗くなったらちょっとね探すのはちょっと辛いかなっていうところなんで、今日のね日没は4時35分です。4時35分まで、探すことに専念してですね、とりあえず直江05まで行けたらいいかなっていうところまでやりたいと思います。はい、というわけで時間がもったいないのでどんどん行きたいと思います。ではワープです。行きまーす。うい、はい、すお疲れ様です。直江堤公園というところでございますね。ちょっと広い駐車場になってるんですね。ここもここでまたこう公園になってるということで、とりあえずアプリ出してみましょう。アプリ出ましたでしょうか。車こう後ろに置いてたんですけども、あの公園の方にあるのかなと思いきやそうではなかったですね。こっちの方にあるんですね。もうすでに、はい、10何メートルというところですね。はい、暴走行為は禁止ですということはこの裏にありそうな気がする。そんな甘いことはなかった。でもほぼここだね。この暴走行為禁止だね。はい、ヒント見ます。ベンディングマシン、あ、ベンディングマシンか。自動販売機だね。はい、マイクロがあるとね、ベンディングマシン、これですね。どういう風にあるかな。やっぱここは土下座しないとダメかな。よし、土下座しましょう。ありました。ガードレールの時と同じ、作りの、コンテナで同じ 色でスプレーされてる感じの、やつですね。自販機を後ろに、はい、こんな感じで。まずマスク、ごめんね、やっぱ取ります。すみません、なんか取ったり外したりね、取ったり外したり。おお、これはこれでまだなんかちょっと新しい入れ方がなってます。蛇腹折りになってました。おお、いっぱい書いてある。TFTC、 こう面白いです。いっぱい書いてあります。キャッシュの設置ありがとうございます。はい、じゃあ次行きます。はい、やってきました。アプリ出しますよ。今ちょっと歩きながらやってます。歩きスマホダメだね。どうかな。はい、アプリ出てますね。これね、名古屋04だね。04、はい、 OKOK、 はい、そしたらば、はい、また東屋が出てきましたね。東屋が出てきまして、もう上の方にあるってしか思わないけども、ないかな。うん、ないな。ちょっと待ってね。そしたらばヒント見ちゃいます。あ、ヒントまたコーナー、ヒントコーナーだ。そしたらやっぱり一緒だな。どこだろうね。あ、ありました、ありました、ありました。よし、ちょっとね人がいるけどね、取っちゃう取っちゃう。よし、 OK、 ありました。サインしてきます。いい件 TFTC。 はい、これロングシート新しいやつですね。私3番目に変えてます。はい、キャッシュの設置ありがとうございます。なんかちょっと交換アイテムあったんで交換していきましょう。またじゃあまたすいません、なんか在庫処分みたいな感じになっちゃってて申し訳ないですけども、またこの IC カプセルをですね、 IC じゃない ID カプセルをですね入れていきます。そしてなんかこんななんかジオキャッシングのカエルちゃん、名前なんて言うんだっけ、ちょっと忘れちゃったけども、キャラクターね、キャラクターが書いてあるなんかあったんで、これちょっともらっていきたいと思います。よし、じゃ元に戻して、よし、ラス1行くぞ。よし、ラス1行けそうだね。大丈夫だ。今は13分だね。よし、はい、ワープ、ちょっとワープ。よし、ほい、ほい、ほい、
アップ今のよくなってたかな、大丈夫かな。はい、もう一回、歩きスマホはやめて、アプリ出してみたいと思います。ラスト行きたいところが34メートルですね。行きますよ。もう太陽は沈みました。いい感じの黄昏時です。少し空気も冷たくなってきたね。で、10何メートルっていうところまで来てます。そしてまた見えてますのが東屋でございますね。はい、そうしますとですよ、もう見とくこれ、はい、こうあるある、あ、お、お、ないよね、ないね、よし、ある、ない、ある、ない、ある、ないね、ないね、よっ、あら、ちょっと待って、これ全部見たかな、今全部見てこれなかったかな、ないよな、あらららら、っていうことはなんだ、ここじゃない、ここまだ違う、9メートルじゃん、ここ、っていうことはどこだ、ちょっと待って、ヒント見るぞ、あ、ヒントコーナーだ、ヒントコーナーのところ、あれ嘘、マジか、急ぐぞ、ここもスモールサイズなんだね、よし、じゃあ同じ状況じゃん、多分、あれ今見、あった、あった、すごい、あの、久しぶりにっていうか、今日初めての節穴をしました、全く寝ない、撮ります。おっ、言って見苦しいところすいません。なんかもう日焼けしたね俺ね、なんかね、これを写して、はい、見切れるから、はい、ここで、はい、オッケー、よーし、ほいっす、ほいっす、あ、また中からこうサインします、ゲーン TFTC、 いっぱい書いてあります、サインオッケーですね、下の方だな、結構下の方だな、はい、あ、これだね、はい、キャッシュの設置ありがとうございます。何も交換アイテムがまたなかったので、また何回でいきましょう。ではまた、もうラストです、ラストの、ID カプセルあったんでこれ入れていきます。どうぞ誰か持ってってくださいね。ここはね、なんかいろいろ入れてるな、このまだディズニーランドのね、このバッジね、超レアキャラ、レアキャラじゃないや、レアアイテムだからね、これも入れてっちゃう。福島の稲荷神社でね、おみくじ引いた時のこれも入れてっちゃう。あとはね、またクーナッツだね、クーナッツのね、スヌーピーの、誰かお名前忘れちゃいました、ごめんね、これも入れてく。交換アイテムはね、入った方がね、まあ、いろいろ楽しいからね、よし、これで入れてっちゃいます。よし、そしたらば元に戻すよ。よし、オッケー、ふう、疲れました。今日のお勤めはこれで終わりにしたいと思います。とりあえず車に戻りましょう。はい、お疲れ様でした。今日一日山形県米沢市を、たっぷり満喫いたしました。ありがとうございました。すごいもう楽しかったよ。なんかね、朝一番行ったところがもう曇っちゃっててさ、あ、このまま天気悪いままかななんて思ってたけども、もう午後にはねしっかり天気良くなったし、あとはもうね、なんだっけ、牛肉ど真ん中だっけ、お弁当のお名前ね。はい。めっちゃうめえ、あれ。2000円の価値はあるよ。はい。はい。だいぶね、探しました。一つだけ、マルチキャッシュだけね、DNF と、なりましたけども、それ以外すべてトラディショナルキャッシュはですね、すべて発見とすることができました。はい。もう、名古屋金継さんとか、あとは、何でしたっけお名前が、前田慶治さんでしたね。はい。歴史的な人物、ゆかりの、ところにですね、キャッシュを置いてくださって、そういったところを、回ることができました。やっぱりキャッシュがないとなかなか行かないようなところです。
はい、本当に、キャッシュを置いてくださってありがとうございました。これからもね、頑張ってジオキャッシングの動画、作ってまいります。日本中、引いては世界中もね、行きたいつもりですんで、ぜひ皆さん、動画を楽しんでいただけましたらばですね、いいねボタン押してくださいね。はい、あとチャンネル登録をまだの方は、チャンネル登録ぜひポチッと押してくださいね。はい、よろしくお願いします。では、ここまで、動画を見てくださいましてありがとうございました。また次の動画もお楽しみにお待ちください。ありがとうございます。おやつのみかん食べるの忘れてた。いただきます。ほう、いいね、疲れた体にしみるね。じゃあね。